福祉や介護の仕事を知ってもらい、就職につなげようとするフェアが奈良市で開かれました。この就職フェアは、介護福祉士や資格のいらない介護の仕事など、福祉のさまざまな業務を知ってもらい、人材不足を解消しようと、県と県福祉人材センターが合同で開いたものです。 自宅の近くで働くことができるよう、フェアは県内の地域ごとに開催されており、今回は奈良市を中心に4つの市の福祉施設や事業所が個別の面談コーナーを設けました。訪れた人は職場の雰囲気や仕事内容などの説明を受けたほか、ケイで小物を手編みするコーナーでは、 入所者が行っている手順に習うことで、福祉の現場の雰囲気に触れ、仕事への関心を高めていました。福祉の分野は人材不足が続いており、県福祉人材センターでは来年度は回数を増やしてフェアを開く予定です。